どうもこんにちは、ミカスです。今日は PGY テックの新商品紹介レビューしてみようと思います。今回はですね、こちらカードリーダーケース、ちょっと変わった形のカードリーダーケース、それから、カメラのストラップですね、ショルダーのやつと、あともう手だけ突っ込めるタイプ。まずはカードリーダーからちょっと見ていきましょう。この大きさなんですけど、結構ね、なんかずっしりしてるんですよね。はい、ズバーン、おお、なんかかっこいいぞ。はい、ステッカーがいつものように入ってきております。あ、何これ、危ね危ね、カラビナ、なんかちょっとかっこいいカラビナが入ってましたよ。質感すごいいいので、これですよ。シュッ、撮影を外にしに行く人だとよくわかると思うんですけど、 SD カードだったりとかって結構持ち運ぶ時の入れ物って気使うんですよね。で、このケースはこれシリコンのね、カバーというかになってるわけなんですけど、まあこんなようにカラビナで何かカメラバッグとかに引っ掛けておけると、カバンの中とかに入れちゃうと出し入れが大変じゃないですか。外にこうやってぶら下げておけるのってすごい便利だと思うんですよね。で、下からプレス押すと出てきました。ズバーン、このように SD カード普通のサイズが2枚、それからマイクロが4枚、プラスひっくり返すとさらに、マイクロ2枚と SD カードが2枚、だから合計で普通の SD カードが4枚、マイクロ SD カードが6枚入ると。で、さらにこれついてくるんですね、この SIM カードとか取り出すようなやつでね。このケース、ただ SD カードをしまっとくんではなくてですね、ここにさっきちょっと線がね、ちらっと見えてたんですけど、これ USB-C の線がね、で、何この線っていう話なんですけど、実はカードケースでありカードリーダーにもなってるっていう、マイクロと普通の SD カードの2つのサイズが使えるカードリーダーケースなんですよね。すごい斬新、ありそうでなかった。これ絶対便利ですよ。これカメラバッグにぶら下げといたら多分無敵ですよ。外でね、ほんと撮影しに行く時って何かこういうカード周り、それからリーダー周りが結構不便だったりするんで、これ1個持っといた方がいいんじゃない。カメラマンの人だったりとか、まあ YouTube やる人もそうだと思うんですけど、絶対いいですよね。さあ、じゃあ実際にカード入れてみようと思うんですけど、これね、はめ込むんじゃなくて、下からこう、下からというか、こっち側からスライドして入れ込む形になります。で、とてもグニュっていう風に入ってカタカタはしないんですけど、このシリコンのパッドみたいなのがついてますので、これによって、いい感じのこの硬さ、ニューっていう感じに入りますね。で、マイクロ SD の方なんですけど、マイクロ SD の方は、もう、ここのね、この出っ張りのところのこの狭さでギュッと入る感じ。まあどちらにしろカタカタしたりとかっていうことは一切ないですね。これで開けた時の振動でビャッと落ちちゃうっていう感じもなさそうなので、まあ使い方的にはいいんじゃないでしょうか。ではですね、ちょっとここから USB 出しまして、一応規格としては USB3.1、まあこの USB-C の普通の規格ですね、になってるみたいです。じゃあ繋ぎましてと。で、SD カードをセット。はい、セットしました。で、どのぐらいの速度で、読み出しができるかっていうのをやろうと思うんですけど、その前に、まず使う、今、入れた SD カードがですね、まあかなり速い SD カードですね。はい、じゃあこれでちょっと試してみましょう。はい、スタート。はい、書き込みが50から60の間。で、読み出しが結構早いですね。200から220ぐらいかな。はい。という感じで、まあ今 SD カードはね、一番早いものを入れたので、ここがボトルネックになってるっていうわけではなく、単純にこの USB3.1 っていう規格の、まあスピードが今出てるのが確認できました。ということで、まあ、今はね、USB の規格もっと早いのもあるわけですけど、まあ SD カードを
の運用って考えると、まあ、十分な速度なんじゃないかなといった感じです。はい、じゃあ次ストラップ見ていきましょうか。なんかクイックシューついてきましたけど、はい、まずですね、こちら、これカメラの横のところ、まあいわゆるここですよね。ここに、こいつをまずはつけてあげると。で、三角はね、もうカメラについてる人はもちろんいらないと思います。もう単純にこれ通してあげるだけですね、ピッとね。まあこの状態で、これもね、いろんなメーカーからこういった商品実は出てると思うんですけど、あのここのね、まあ、ここの形がいろいろあると思うんですよね。で、この PGY テックの商品に関してはですね、あ、こっちにも黒いのがついてたんだ。これだから2セットあります。これね、外れないんですよ。こうなんかこう紐こっちに回したら外れそうですけど、実は外れないんです。で、どうやって外すかっていうと、この P マークのところを押すと中で爪が動いてるの見えますかね。つまりここを押すことで初めて外れるんですよね。だけどつけるときはここにピッ押し込むだけでワンタッチで取り外しができるわけですよ。これ便利ですよね。だから、こうカメラがあって、このボッチをポチってやるともういいんですよ。それで取れなくなる。で、取るときは押し込めばスッと外れる。これ今までないタイプですよね、新しい。はい、まず脱着が楽であると。そして紐が見えてると思うんですけど、カメラのストラップを調節するときって結構これをこの部分を持ってどうのっていうのが多いと思うんですよ。これビート動かしてっていう、これはね、このタグをこう引っ張るだけでピーッとね、長さが調整できる。非常に長さ調整がしやすいストラップになっています。で、首に当たる部分なんですけど、ちょっとうっすら PGY テックが見えるんですけど、ここが、はい、首痛くない首痛くない、これいいじゃないですか。はい、なので調整がまず楽、簡単にビューッと調整ができて、しかも、カメラとつなげる時もパチッとワンタッチでいくっていう、そういった商品なんですね。この先っちょなんですけど、使ってない時、要するにこれが1本の紐になったらちょっと不便じゃないですか。なのでこいつとこいつ、実はね、マグネットでうっすらこうくっつくようになってるんですよ。だからこれは外しても、カメラからストラップ外しても、これ首にかけたままにできるんですよね。こう紐状になってどっかに落ちていかない、そういう優しい設計にちゃんとなってます。はい、じゃあ最後はハンドストラップ。ハンドストラップズバン、おお、はい、これもステッカー入ってきてます。これはちょっとね、かっこいいぞ。はい、まずね、このさっきのボッチが2つね、色違いが1個ずつついてきてます。で、この状態で、もう単純にこれはね、もう短いストラップです。で、ここにこう手をね、入れて使うと思うんですけど、ここのね、大きさはここでこうスッと変えられるようになってます。で、これね、こうスッと動くんですけど、中に手を入れると動かないっていうね、滑り止めというかロックがかかるような、そういう仕様になっていると。はい、で、使い方はもう至極簡単。さっきと同じようにこのボッチをパチッと入れるだけですね。で、ここにまあ、手を通しておけば、まあ、カメラがずれっと落っこっても大丈夫だぜっていうことですよね。うん、だけどね、これがついてるとやっぱり邪魔なんですよ。カメラを三脚につけたりとか、手に持ちたいっていう時に。だけどさっき言った通り、ここがワンタッチ機構なので、まあ簡単であると。はい、という感じなんですね。さあ、いかがでしたでしょうか。 PGY テックっていうブランドはですね、いつも言うんですけど、非常に質感の高い、で、アイデアの詰まった商品を送り出してくれるメーカーで、まあストラップもね、出来がいいですよ。もうほんと出来がいいですよ。だってもう痛くないですもん、ここ。で、これも質感めっちゃ高いしね、これついてるとちょっとかっこいいですよね。で、あとは斬新なこれね、これいいですよね。これなんかね、いや、自分ね、前に北海道に車中泊旅行行った時に、あの撮影するのに SD カードリーダーが Mac にもともとついてるんですけど、具合悪くて電気屋さんにカードリーダーわざわざ買いに行ったんですよ。
でもこれがあったらそんな必要ないですからね。はい、ということで今回はカードリーダーケースとストラップ2種類紹介してみました。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあいね。